はい、皆さんおはようございます。どうもエルニートですごめん、ちょっと詰まっちゃった、ということで、ですね、次は一回タワーに帰ってみたいと思います。まあ、さっきので、なんか宝箱っぽいところを開けて物とか手に入ったんで、一旦タワーに帰っていろいろやってみたいと思います。いや、しかしね、ローディングがやっぱりちょっと長いですね。 PS4 に移動してからローディング短くなったかなと思ったんですけど、そうでもなかったですね。うん、やっぱりマップは読めるんだけど、読めるんじゃねえわ、戦闘のマップをずっとやってれば多分同じとこだから見えてるんだろうけど、ここまではないんですかね。よいしょ。報酬を回収する。できる限りの支援をし、ありがとう。エメレムの解読回復しよう。とても頑丈そうだ。なるほど、強いのか、見てみよう。必要レベル4。あーまあ強くなるね。あーまあ防御力4も上がるじゃん、これはいいね。いや、この4っていうのがね、今はどんだけ重要かっていう話ですよ。どっちがいいのかな、関係ないか、こっちにしよう。あ、そういえば俺武器さあ、違う、なんだっけ、武器あれで手に入ったはずなんだけどな、ないな。あれ、俺なんだっけ、まあいっか。いや、俺武器コードをね、PSN っていうか初回封入特典でもらってるはずなんだけどね。武器なんかもらえてないな、なんでだろう。報酬選択、あ、どれかを選べるってこと。いや、そりゃ あなた防御力が上がるものがいいですよ。ワープグロー、ワープ、あー、なるほどうん、グレネードの近接エネルギーが回復、スカウトライフルのリロード速度が上がる、パルスライフルの弾薬数が増加。ああ、パルスライフル使ってるからこれでいいじゃん。見た目より優秀だ。見た目よりって、よし、どうした、早速これ装備していこう。僕だったな、よし、僕だったな。所持品じゃないのかな、あれ、あっち来ねえ、あっち来ねえ、あれなのよ、普通、あれヘビーウェポンなのかな、もしかして、まあ手に入らないのかも。いや、俺封入特典何がもらえるかよく分かってないんだよね、実は。うん、実はね。だ、そしてオービットいける。はい、じゃあオービットいきましょう。なんかね、これガニ股で歩くね、この人女性もちょっと内股で歩いてほしいものですね、バンシーさん。さあ、では引き続きミッションをやっていくぞ。ふふふ、お、月が選べるね。月が選べるけれども、私は先にこっちをちょっとやりたいかな。うん、よし。ということで、ハウス・オブ・デビルズのコスモドローム支配を打ち砕き、黄金時代への重要なつながりを確保しろということで、こちらをやっていきたいと思います。アクティビティ開始。いや、早くフレンドさんとやりたいね。まだみんな仕事中かないや、実は今日まだこれ撮ってるの9月11日なんですけど、私ですね、お休みをいただいてましてですね。ヴァンガードの報告によれば、フォーロンはコスモドローム中の機械を使ったにしています。勇気を使ってデスティンがやりたいという。この場所をただ漁っているだけではないようです。何を探しているにせよ、先に見つけましょう。
いやいやいや、まあ、その目的な、目的な、あ、超アバウトすぎるからさ、まあまあまあ、それをね、防ぎたいというのはあるでしょうけども、もうちょっと調査をしてからと、私、すごい助かりますね。うん。でん。でててでん。まあいい、じゃあやっていきましょうか。いくぞ。忘れられし海岸の近くで、大規模なフォールの動きを確認。ですが、だいぶ離れています。待ってください。ガーディアンがビーフルグリッドを張っています。シンクロすれば、船から地上車両を転送可能です。行きましょう。地上車両？え？ビークルグリッドを見つける？バシュー。おいしょ。なんで後ろに、なんで後ろに。よいしょ。ほっ。結構高いところから落ちても全然ダメージは受けないっていうね。そこはちょっとラスアスとは違うところですね。いやー、しかし今まで俺 FPS 毛嫌いしてたけど、ただこれぐらいの FPS ならできそうだな。いや、FPS のあれが違うわけじゃないんだろうけど、なんだろう、やっぱ、PVP じゃないからね。PVP は多分フルボックにされるからあんま好きじゃないんだけど。あ、しょっぽいな。これぐらい下手くそでも。いい。なんか多分パルスライフルの距離じゃないんだよな、これ。パルスライフルの距離って多分もう少し、あれ、こっちじゃないの。あ、え、こっちじゃないの、あっちか。ん、これ、これか、スパローリンクがありました。おーい、なんだこれ、ユイーン。で、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 これをスーパーポジション状態をエンコード中、ケットベクトルをエンタングル。なんだそれ、リンク完了。ちょっと専門用語が多すぎて全くわからないんですけども、あとはスパローを使えばあっという間に忘れられし海岸に着きます。 L2 ブースト、エアブレーキ、 L2 ブースト。おお、あー、これいいね。トウ、トウ。あ、でもなんかこれでいいや。ちょっと忘れられし海岸っていうところにさっさと行こう。やっぱね、広い場所はねダッシュじゃめんどくさいからね、こういうのあるとめちゃくちゃいいわ。いやふー、おぷい。これ攻撃とかできんのかな。攻撃はできそうにないね。海岸に接近中。うい。フォールンは何らかの信号増幅器を使用しています。味方さんがいっぱいいるね。何を送信しているのか確かめましょう。俺もそこ行こう。トウ。ゴースト展開。あ、もう敵、味方がほとんど倒してくれてたわ。少々お待ちを。はいはい。歪み信号の一種です。フォールンではありません。もう一つも調べましょう。もう一つどこ？もう一つどこ？え、もう一つどこよ？当たんねえな。どうした？スキャンした増幅器1。ん？で？あれ？あれ？よいしょー。痛い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 。なんか FPS ヘッドショットするのって難しいんだな、やっぱり。サンキュー。俺一人じゃやられてたぜ。え、これか。
暴走展開。 OK、 トラッカー 1.0。 敵がいる、どこだ、んこの下か、どこだ、上か、気のせいか、まだ割らないのね。え、あ、展開できてなかった。ほら、同じ信号か、どちらも水落ちないとリンクしています。調べてみましょう。じゃあスカイウォッチに侵入するっていうことで、ふふい、スカイウォッチってどこ、あれか、あー、敵いる、いやー、そこじゃないわよ、そこじゃないわよ、敵めっちゃいるやん、私はそんな相手にせんぜい、ちょっと俺目的地があるから先に行こうっと。ヒュン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 、いやー、オープンワールドは移動がやっぱ長いな。いや、それなりに今すごい楽しんでますけどね。リスポン制限、リスポーン制限されてるからこれは厳しいな、ダメージがやばい、やべ、またあそこで焦っちゃうな。武器切り替えどうやるんだろう、あ、これか、なんか武器持ってるぞ俺。あー、そういうこと？あー、チャージして撃ってってことね。吹き飛べ。セカンダリ武器は強いな。でも弾がない。あー、もうアーマー来てるわ、あれ、アーマーって言い方が正しいのか分かんないけどさ、ほら、もうちょい上か、来んなよ、もうほんと怖えよマジで。宝箱とかないよね、なんだこれ、なんか生き返った、よいしょよいしょよいしょ、なんか何も説明ないけど、ああいうアイテムがたまに落ちてるっていうね、だから何回も来てホールンが奥で何かに侵入しています、見てみるのがいいのかな。びっくりした、うわー、やられた、マジかー、マジかよ、怖えよー、うわー、難しいというか、なんだよさっきのー、よいしょ、ここはまだだから余裕なんだよな、
よし。ステルスとか厄介だよな。やべ。なんかサブ武器より圧倒的にこっちが使いやすい。違う、グレー投げないんだよ。よいしょ。よし、さっきのやつってもういないのか。よしさっきのところはな、突っ込みすぎたな。あそこでもうちょっと。フォールンが奥で何かに侵入しています。ゆっくり行こう。怖い。嘘でしょ。これさ、俺には無理だよ。一人だと厳しいな、やっぱ。っていうか俺、体験版の時俺これやってんだよね。そういえば。なんだよとか言いながら、俺やってんだよね。けど、それが今はできないという。それ今できないっていうね。いやあのオーラがうざい。キャプテンだからって出していいよって出しちゃいけないオーラがあるでしょ。任した。よし、グレネード復活した。よいしょ。ホールンが奥で何かに侵入しています。来るか。怖いよ。格闘で一撃で死なない。よいしょ。敵はいる？敵いるのか？いるよな、多分。よいしょ。敵どこだ？あそこか。キャプテン。
やーステルスがいなけりゃ。なんかバコンバコンいってるわ。フォールンはこの機械にアクセスしようとしています。ですが何かが抵抗している模様。今すぐは破壊できません。少し調べてみましょう。よいしょ。グレ使うんじゃなかった。これあんま強くねえ。使い方違うのか。あ違う。ああなるほど、そういうことか。射撃範囲が広いんだ。射程が広くてヘッドショットしやすい。回復して。あ、武器買ってなかった。めっちゃいる。一回退却。2人ぐらい欲しい。1人じゃつらい。フレンドが欲しいよ。データなギャプテン。やべ、よいしょよいしょ。レベルアップびっくりした。落ちちゃった。てか弾がない。キャプテンだけでいいから倒したい。オッケー。そうびっくりしたよ。よしよしよし。弾もないしな。どうしようかな。無言になる。無言になるよ。嘘。よし。あれ。終わった。終わったかな。終わってない。うわ、びっくり。よいしょ。
なんだあの丸っこいの、なんだよあの丸っこいの、怖えよ。おい、くそ、これ撃つまでにラグがでかい。ああほらね、ほらね、ほらね、おっし、オッケー。あ、弾切れ、弾切れか。ん、弾切れ、くそ、弾弾、もう一発、もう一発。あれ当たってない？よし、オッケー。じゃあ、ただ武器を切り替えて。よし、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 よし。オッケー。リロード間違えた。彼らが奪おうとしていたものは全て抽出。ああ、マジか、さすが。え、破壊しちゃうの？おいよ、よいしょ、無理か。終わった？破壊した？え、これ壊ないの？これか？ OK？いや、彼らはファイアウォールに拒まれてほとんど手に入れられなかったようです。めっちゃ死んだわ。地球、ロシア、難しいね。俺にはしんどいぜ。伝説は本当です。あるオーマインドが大崩壊を生き延びました。ラスプーチン、地球を守るために作られた AI です。彼は暗黒と戦い生き延びました。なるほど。今もこのコスモドロームで何かを守っています。そこに行く道を見つけましょう。おーい、はあ、はい、ということで、やっぱ人と協力してやった方がこれは楽かもしれないな。ということで今回は、この辺りで終わろうと思います。お疲れ様でした。